まあ結論から言うとね、2人ともそんなにあのお互い執着しないで、1人が楽だって思う人なのかなって思いますね。皆さんこんにちは、サラです。今日はリクエストをいただいたのでね、ちょっとリクエスト続くかなって思いますね。平野紫耀さんと杉咲花さんの相性を占ってくださいっていうことのリクエストいただきました。杉咲花さんはね、前にもちょっと占ったんですけど、まあ彼女は天秤座で誕生数11なんで、まあ誰にでもね公平で、誕生数、まあ天秤座っていうのはね、で誕生数11っていうのはもう言ったら直感力があってカリスマ性のある人、これはね、平野紫耀さんも同じなんですよ。誕生数11で、平野紫耀さんっていうのは、まあ、水瓶座で誕生数11、まあ、水瓶座の人っていうのは博愛主義で、まあ、しかも誕生数11っていう数字っていうのはね、水瓶座で11っていうのは、まあ、はっきり言ってちょっと変わってる人かなと思いますね。だから、まあそうですね、どっちもその相性的に友達とか仕事関係で言うと合うかなとは思いますね。だけどちょっと恋愛に発展するとどうなのかなっていうちょっと疑問視してしまうとこがありますね。でまあリクエストもらったんでちょっと調べてみたんですけど、杉咲花さんって結構そのいろんな噂があったんですよね。まあ千葉雄大さん、平野紫耀さん、中川大志さん、福士蒼汰さん、岩田貴則さん、優しい人っていうのかな、ちょっと普通と違う人を好きになるのかな、まあ、杉咲さんがね好きになるというか相性的に合うんだろうなと思う。みんな人は平等じゃんって思うようなね、そういう感覚を持ってるかなとは思いますね。権利に対してすごく敏感に反応する、とにかく自由で平等で公正でいいんじゃないの、世の中の仕組みっておかしいよねってねいうようなところが水瓶座さんの質多いかなって思いますね。まああんまりね人と関わることを好まないと思うんですよ。一人でも全然いられる人かなと思います。まあ、誕生数11は、杉咲さんと同じですけど、もうカリスマ性がある、だからまあどっちもねカリスマ性のある2人なんで、仕事の上でねまあ、目的がね一致すれば深くつながっていくようなね、まあ、力を合わせてやろうねっていうようなね、そういうところはあるかなとは思いますね。まあ、ただまあね、恋愛に関してはやっぱりさっきも言ったけど、そんなにね深くつながらないんじゃないかなっていう気がしますね。まあね、2人の関係を占ってほしいって言われたんで、はい、こういう展開です。はい、平野紫耀さんと杉咲花さんの相性、まあこうやってこういう展開なんですが、まあ結論から言うとね、2人ともそんなにお互い執着しないで、1人が楽だって思う人なのかなって思いますね。だから、まあ、恋愛関係に発展するとはちょっと考えにくいなと思います。まあ、過去に恋愛関係に発展するのかなって思うような時があったかもしれないけど、結局はもう友達でいいよねっていうようなね、そういう展開だったのかなって思いますね。だからまあ無理にそのなんだろう、現実的なその交際をする必要もなく、お互い楽しく、お互いが干渉ね、必要以上に干渉せずに、いい友達関係が、まあ、続くんじゃないかなっていう、そういう気がしますね。まあね、今日このリクエストをいただいた方、平野紫耀さんのファンなのかな、ちょっと分かりませんけど、まあ、彼女とこの杉咲花さんとの恋愛は、まあ、私のこの占いの展開では恋愛には発展しないんじゃないかなって思います。
ということで、今日は平野紫耀さんと杉咲花さんの相性を占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、またはリクエストなどありましたらお寄せください。